オレゴン州の小さな港町グーンドックスに住む仲間たちマイキーマウスデータチャンクそれにマイキーの兄ブランドとガールフレンドたちも加わって海賊の隠した宝物を探す大冒険を描いたスティーブン・スピルバーグ制作の「グーニーズ」現在40代後半から50代くらいの人に子どもの頃に見た映画で何が好きかと聞くと結構な確率で グーニーニズといいうう答えが返ってくるのでではないでしょうかそれもそのはずこの世代はグーニーズが公開された1985年当時ちょうど映画の中で活躍するグーニーズと同じ世代でありシンディ・ローパーの歌う主題歌に乗って自分がまるでグーニーズと一緒に冒険をしているような気分で映画を楽しむことができたのです今回は愛すべきグーニーズの出演者たちについてお送りします。ショーン・ンアスティン 小さい頃父親から聞いた海賊の宝物の伝説を信じ、グーニーズを宝探しの冒険に導いた少年、マイキー。困難にも負けず立派に仲間たちを率いたマイキーを演じたのは、ショーン・アスティン。1971年2月25日生まれ、両親はどちらも俳優という環境で、彼が演技に興味を持ったのは自然なことだったのかもしれません。幼い時からテレビシリーズで活躍し グーニーズの主人公マイキー役で映画デビュー。その後も子役として、ケビン・ベーコンと共演したグレートストリームやマイケル・ダグラスの息子役を演じたローズ家の戦争など、様々な作品に出演しましたが、彼の俳優としての転機はやはり、ロード・オブ・ザ・リングスシリーズでしょう。イライ・ジャウッド演じる主人公、フロドに仕えるサムワイズ・ギャムジー役で、2001年に公開された1作目に続き、2002年、 二つの党2003年、王の帰還と三部作すべてに出演し、俳優としての名を知らしめました。私生活では、1992年に結婚し三人の娘さんのパパとなったショーン。2003年の、ロード・オブ・ザ・リング、王の帰還の最後では実の娘さんとの共演が実現。良き父親ぶりがうかがえますね。コリー・フェルドマン、ちょっと悪気取りで、ぽっちゃり少年のチャンクをいじってばかりいるマウス。 スペイン語で書かれた宝物の地図を解読できたのは親戚にメキシコ人がいてスペイン語に堪能だった彼のおかげでしたマウスを演じたコリー・フェルドマンは1971年7月16日ロサンゼルス生まれ幼い頃から子役として活躍し1984年スティーブン・スピルバーグ制作の「グレムリン」に出演それからグーニーズ「スタンド・バイ・ミート」メインキャストでの映画出演が続き子役ながら 小型ハリソンフォードとも言われた。コクのある顔立ちと達者な演技で人気者となったコリー。80年代中頃から後半にかけて、彼はティーンのアイドル的存在でした。ですが一見華やかな活躍の裏で、彼は毒親と薬物に苦しんでいたのです。コリーが活躍し売れっ子になればなるほど、彼を頼り、依存してしまった両親。そんな状況に嫌気がさし、両親とは離れるものの、今度はヘロイン所持で逮捕されることも。 一度や二度ではないほど薬物依存に陥ってしまい俳優としてのキャリアが途絶えてしまいました近年はリアリティ番組などで姿を見せてくれるようになりミュージシャンとしても活動中俳優として完全復活してくれるのか期待したいですねジェフ公演グーニーズのいじられ担当チャンクぽっちゃりしていておっちょこちょいそんな彼は最後の最後でグーニーズの危機を救うことになります この作品のキーパーソンともいえるチャンクを演じたのはジェフ・コーエン1974年6月25日生まれのジェフは子役としてテレビシリーズに出演した後グーニーズで映画デビュー彼がすごいところは子役ながらしっかりと笑わせる演技をしておりグーニーズのリチャード・ドナー監督も彼のシーンに迫ったリアルな演技は素晴らしかったとコメントしていますグーニーーニズズの後はテレビシリーズ 世にも不思議なアメージングストーリーのエピソードに出演するなどしばらくは俳優として活動を続けていましたがほどなくして引退 UCLA のロースクールで法律を学び現在は弁護士として活躍しています2023年のアカデミー賞で大きな話題となった「エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス」にグーニーズで共演したキーホイ・クアンが出演することになったのも ジェフがが代理人とととなって出演交渉が行われたとのことです何十年も前からの絆が今でも続いているなんて素晴らしいですねちなみに現在のジェフはチャンクの頃のようなぽっちゃり感は全くありませんキーホイクアン頭脳明晰で発明好きな中国系の少年データ彼の発明品はたびたびグーニーズの危機を救いますが肝心なところでうまく作動しなかったりとまだまだ発展途上な様子 そんなデータを演じたのは、キーホイ・クアン。英語圏で活動するときはジョナサン・クアンという名前を使うこともあります。中国系ベトナム人のキーは1971年8月20日生まれ、ベトナムはサイゴン、現在のホーチミン出身、幼い頃に家族でアメリカに渡り、1984年、スティーブン・スピルバーグ監督の大ヒット作、インディ・ージョーンズ、魔球の伝説に出演。 ハリソンフォード演じるインディー・ージョーンズの相棒ショートラウンドを演じその愛くるしさと達者な演技で一躍世界で注目を集めることになりました続く1985年公開の「グーニーズ」でもメインキャストとして出演彼の親しみやすいキャラクターは日本でもアイドルとして人気があり1987年には本田美奈子主演の映画「パッセンジャー過ぎ去りし日々」に出演しています その後も俳優としてアメリカのテレビシリーズや台湾でも活躍しましたがこの当時のハリウッドはまだまだ東洋人の俳優にとってチャンスが限られていたため彼はアクション映画の武術指導や助監督など裏方の仕事にシフトしていきましたやがて時が流れ2018年の「クレイジー・リッチ」など東洋人が主要人物を占める作品が人気となる時代が到来しキーはもう一度俳優に挑戦することを決意します そして2023年、グーニーズでチャンク役を演じ、今は弁護士として活躍するジェフ・公演の交渉によって、エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス、通称、エブ・エブにミシェール・ヨウと夫婦役で出演。エブ・エブは2023年のアカデミー賞主要部門を独占し、主演女優賞を獲得したミシェール・ヨウともに、キーもアカデミー女演団優賞受賞という快挙を成し遂げました。受賞式でのスピーチで、 キーは家族や映画関係者と共に生涯の友として、ジェフ公演にも感謝を述べています。長い時を経て、ようやく第二の俳優人生を歩み出したキーホイクアン。今後の活躍が楽しみです。ケリー・グリーン、シアリーダーのアンディは典型的なアメリカのハイスクールガール、モテ女子の彼女、いろいろとお誘いはあるもののマイキーの兄、ブランドと両思いになりますが、マイキーも密かに彼女に憧れていたのかも。 そんな学園のアイドルをキュートに演じたケリー・グリーン。1967年1月24日生まれのケリーが女優になったきっかけは、学校のサマーキャンプの代わりに、映画のオーディションを受けたからだそう。1985年、グーニーズで注目を集めたほか、その翌年、日本でも公開されたチャーリー・シーン共演の、ルーカスの初恋メモリーで、二人の男の子から恋される美少女を演じました。現在もテレビシリーズ ER、緊急救命室にゲスト出演するなど俳優を続けると同時にインディペンデント映画の脚本や監督を務めるなど多彩に活動していますマーサ・プリンプトンアンリの親友で何かとキャーキャー大騒ぎしている彼女をなだめるしっかり者のステフマウスとはお互いの気の強さからたびたび衝突するものの最後には認め合い気持ちを通じ合わせましたステフを演じたマーサ・プリンプトンは 1970年11月16日生まれ父親は俳優のキース・キャラダイン叔父のデビッド・キャラダインも俳優という芸能一家の出身です日本では俳優というよりも1993年に亡くなったリバー・フェニックスの元カノというイメージの方が強いかもしれませんリバーは当時マーサについて自分というものを持っているから好きと語っておりグーニーズのステフ同様 演じたたマーサ本人もししっっかり者だったのでしょうねグーニーズ以降も俳優として数々の映画やテレビシリーズに出演していますまた舞台でもトニー賞を受賞している実力派として活躍中俳優として堅実にキャリアを重ねているマーサやっぱりしっかり者なのでしたジョシュ・ブローリン暇さえあれば筋トレに励んでいるマイキーの兄ブランドアンリのことが好きだけどライバルに取られそうでやきもき でも宝探しの冒険を通じてついに両思いになってめでたしめでたしブランドを演じたジョシュ・ブローリンは1968年2月12日生まれ父は俳優ジェームズ・ブローリンでグーニーズはジョシュの映画デビュー作ですグーニーズ以降しばらくは俳優として映画などに出演していましたが2007年公演兄弟のスリラーノーカントリーで高い評価を得てからは個性派俳優として頭角を現し2008年 ショーンペン主演の「ミルク」でアカデミー助演男優賞を受賞また最近ではアベンジャーズシリーズの「インフィニティ・ウォー」と「エンドゲーム」で最強のヴィランサノスを堂々の貫禄で演じましたその後もティモシー・シャラメ主演の話題作「ユーン」「砂の惑星」など数々の作品に出演今や名優として確固たる地位を築いている助手今後もますます活躍してくれることでしょう グーニーズの舞台であるグーンドックスは大がかりな再開発が行われることになっておりこの街の住人である彼らは間もなくそれぞれ違う街へと引っ越していかなくてはなりません海賊の宝探しはグーニーズとしての最後の大冒険だったのです彼らはこの冒険を通じて友情を確かめ合い大切なものを守るために必要な責任感と行動力を学んで大人になっていきました映画の中の彼らと同じように 当時熱心に見ていた子どもたちも映画を通じて一緒に成長していったのですそんなところが公開されてから30年以上経った今でも高い人気を誇る理由なのかもしれませんね。